鉄筋工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、ダイソーさんで購入した、ソーラーガーデンライトの、簡単、色変更、を、お届けします。購入したのは、これ。100円の、シンプルなやつ。早速、点灯した状態を確認します。色は、白でも黄色でもなく、レモン色、と、言ったところでしょうか？放射状に広がり、なかなか綺麗ですね。ガーデンライトって、長いこと使っていると、たまには、違う色に変えてみたくなりませんか？クリスマスなら、赤と緑、誕生日なら、誕生石の色、結婚記念日とかだったら、ピンク、とか？そこで、LED ランプの、頭をちょんぎって、間にコネクターを入れて接続すれば、簡単に短時間で交換できるのではないかと思い、トライしてみました。使うのは、これ。2.54mm ピッチ、マルピン IC ソケット。仕入れ先は、ここです。本当は、両側ソケットが欲しかったのですが、どうしても見つかりません。ないものはどうする？そう。作ります。この二つを合体させ、両側ともメスになるような、コネクターを作ります。自作ハンダ付けスタンド、の、出番が来ました。IC ソケットの、ピン部分に、あらかじめハンダを持っておきます。ピン同士を、ハンダ付けします。はい、くっつきました。熱収縮チューブを使って、剥き出しになっているハンダ付け部分を、保護します。はい、完成です。それでは、本体の加工に入ります。加工といっても、LED の、足をちょんぎるだけですが、可愛い充電池が入っていますね。種類は、ニッケル水素充電池。100mAh。サイズは、3分の2、3A。日本では、単語電池と、呼ばれています。先ほど作った、コネクター。ここを、ちょんぎって、自作コネクターを、間に挟みます。うまく、はまりました。組み立てて、元に戻します。さあ、LED を、取り付けてみましょう。よかった、うまく点灯しました。完全に組み立てて、元の状態になっているか確認します。明るいと、点灯しないので、部屋の電気を消して、点灯させます。はい。綺麗に点灯しましたね。それでは、手持ちの LED ランプをかき集め、色変更したいと思います。今現在、手元にあるのは、もともとついていた、レモン色。それと、白、黄色、青緑、赤、ピンク、の8色です。では、順番に、点灯させていきますね。まずは、オリジナルの、レモン色から。
お次は、定番の、白色。ちょっと、冷たい感じがします。次は、黄色。電球色なので、少し温かみがありますね。これは、青色。この、青色が開発されたことによって、光の三原色が揃い、白色を含めて、いろんな色を表現できるようになりました。これがなかったら、LED 照明や、スマホとかも普及しなかったでしょうね。すごい発明に、感謝です。これは、青緑。画面ではわかりにくいですが、肉眼では、薄い水色っぽく見えます。個人的には、これが一番好みかな？これは、緑色。昔からある、定番色です。最近では、低電力で、高輝度のものが出回ってますね。これ、見えますか？赤色です。高輝度のものを持っていないので、随分暗いですが、肉眼でははっきりわかります。なので、防犯用に使われることが多いんですね。最後は、ピンク色。女の子が多いご家庭では、結構受けるかもしれません。なぜか、胸が、キュン、となります。変ですかね？いかがでしたか？ガーデンライトって、隙間がいっぱいあるので、雲が入り込んで蜘蛛の巣だらけになっていることがよくあります。時々色を変更することで、メンテナンスもできて、良いかもしれませんよ。最後まで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。鉄筋工房へ、またのお越しを、お待ちしております。